はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日は、マージサバイバル、続きをやっていきたい。さあ、前回ね、ブランコも作れたことですし、まず先にこっち見ていい？実験体1723号。なんかやりかけだった気がする。これか。あ、完全にこれ途中だったんだな。2分待ちなんだね。じゃあ戻るか。戻って。というわけで、キャンプ7日目のパート6が完了です。大きなゴミとなんかを片付けよう。はい。はあ、ここはゴミ処理場だったようですね。いろんなゴミでいっぱいです。いつからあったのかも定かではないゴミが、未だに腐らずに残っている。私たち人間がこんな目に遭っているのは、地球を大事にしてこなかったからです。それはそうですけど、まさか世界がこんなことになるとは。イーデン、地球は長い間、警告を発していました。その警告を無視した結果が、今の私たちの世界です。地球はもう取り返しのつかない状態となり、私たちの未来もわからなくなりました。ソフィア、諦めちゃダメですよ。あなたはジョイのためにも生き残るべき人です。希望を捨てないでください。希望ですか？そうですね。ジョイがいてくれる限り、私は耐えられます。あの子のためにも、生き残るために努力しないといけません。はい、元気を出しましょう。さて、次のクエストは一体。なるほど。なるほど。ちょうどくず鉄はあるな。と、ハサミか。あ、その前このピニャータ。回収。何かに似てると思ったらね、思い出した。バーニャカウダに似てるんだ。バーニャカウダに。ハサミから作るかな。これもね、生存訓練もやりたいんだけどね。やりたいんだけど、ちょっと必要なものがね、ちゃんと出るかどうかわからない。いや、待ってよ。これと板。この上か。OK。木くずを分別。で、タスクの数自体はね、多くない。あ、待って。ん？さらに上か。ちょっと待ってね。これか。まあ、収めちゃうか。強風に備える。強い風が吹くと大きな被害を受けることがあるから、大事なものは飛ばないようにロープで失敗結び、ペグで固定しておこう。はい。レベル2、切り株を利用して方角を探す。羅針盤がないときは、木の切り株で方角を把握できるよ。切り株の年輪の間隔が広い方が南側で、狭い方が北側。方角をよく見て移動しよう。をが抜けとるね。うん。まあ、日が当たりやすい方が成長が早いということですな。じゃあ、ハサミ作りたいけど、これ合成するか。うん。まずハサミからな。ゴミを調べる。で、ハサミを作るぞ。あ、そうだ、今日の
今日の物体を受け取ってない。デイリープレゼントを。ちょっと待ってね。よし。クズ鉄を回収。さあ、問題のね。これと、これももらっとくか。うん。ちょっと、ムービーが入るやつは、CM が入るやつは、後回し。ちょっと、簡単なやつだけは先にやっとこう。コンパスと定規かな？定規。コンパスもそんなに多分大変じゃなさそう。 OK、 コンパス。双眼鏡とかはどうだったっけ。これのシリーズだったかな確か。ちょっと待ってね。そうだね、あとかな。後回しかな。地図。まあ、とりあえずメインタスクだな。これの一個上。とはいえ。土を整理する。で、順調順調。キャンプ7日目のパート7。植木鉢の裏にあるゴミを片付けよう。はい。おお。片付けたものどこにあってんだろうね。まともな植木鉢があれば使いたかったのですが、全部割れていましたので片付けました。使えるものが残っていればよかったんですが、ほとんど壊れてしまってるみたいですね。ええ。あっちには古いテーブルがありますね。昔の住人はあそこで休憩を楽しんだんでしょうか。そうだったのかもしれません。ですが、今はただの粗大ゴミになってしまったようです。うん、これくらいなら。収集完了。いや、捨てずに取っていてよかった。じゃあ、マスクに切り傷、プラスチック。うん。どうしようかな。ね。何からやる？まあ、まずは、これだな。テーピングのこれ、擦り傷を治療するおやつプラスチック、まあ、とりあえずこれは売ります。ナイフだから、まあ、そんなに上じゃないね。さすがに。ただ、ナイフと、これがな、紙の方がちょっと出やすい気がするんだけど、どう思う？紙の方が出やすい気がする。よし、プラスチックを分別で、まあ紙は使わないよな。ないもんね。
待って、これ。いや、でも、今日のプレゼント大したもんない。やめよう。使わなさそう。あ、もう体力がない。早っ。いや、レベル上げるかな？受け取っとこう。これってすぐ手に入る？あ、身受け取りに行ったな。とりあえず受け取るか、物を。これね、強化したいんだよね。ハサミはもう受け取れないっけ。8までだっけ、9までだっけ。9までだね、これ。何に使う？まずは、レベル上げよう。レベルアップ。はい。よし、これと、いいか、これは売る。と、水かな。よし。これでおやつを食べる。マスクはちょっと待ってな。困ったな。いや、もう、この辺は売ろう。この辺も売ろう。いや、もったいないかな。枝の方がまだ。車も多いな。ちょっと、どうしよう。これまあ、でも分解するもんないよね、別に。いや、これを分解するのもありか。ゴーグル。分解するか。はい。はい。で、収めよう。マスクをつける。で、クエスト完了。捨てるよりはね、有効に活用しよう。というわけで、キャンプ7日目のパート8。テーブルの周辺にあるゴミを片付けよう。はい。イエス。あ、臭っ。このゴミたちはなんだってこんなに臭いんだろう。片付けても片付けてもキリがないし。どこから悪臭がしているのか気になっていましたが、本当、息が詰まるような匂いですね。ソフィア、大丈夫ですか？僕は鼻が麻痺してしまいそうです。はい、私は大丈夫です。もうテーブルを片付ければいいと思います。力を入れてみましょうか。ソフィア、大丈夫そうですか？うん。手袋をはめる。問題はね、多分整理する、休憩する。先にちょっとアイテム出してるか。いや、これ待ってよ。あ、でもこれスパナがいるんだな。これは売る。ちょっと待ってね。枝売る。葉っぱ、枝、
経験値にお金。売る。あれこれなかったっけ？手持ちあった気がしてたけど、ないっけ？ダメだ、記憶いない。合成合成。で、ちょっとだけコンパクトになった。これはまだ合成できるよね。で、水の瓶。おつ。またいるんだよな。丸太が。出ないな。出た。よし。あと手袋。ちょっと待ってね。ギリギリの戦い。いや、もうこれ売るか。で、これあるから、合成。よし、これで、ちょっとは。邪魔だな、これ。ここまでか。で、こうで、経験値。こう。で、これも合成できて、いや、やっと、この辺が、縮む。お、これ初めて出るな。ソーラー発電機、レベル5。太陽熱をエネルギーに変えるエコな発電機。持っているだけで少量のエネルギーを生産できる。パネルを広くして効率を高めたが、まだまだ足りない。もうちょっとね、マックスだね。まあ、しまっとくか。ひとまず開いたな。開いたが、開いたが、さて、ちょっと待ってね。いや、これちょっともう泥沼だな。これは回収。回収されてんのかな？とりあえず全部回収。これ一回回収で、これはなるべく待ちたいけど、きつかったらまたこいつも売却かな。で、手袋。どうせスパナがいる。あ、で、一マス空いたから、どれをしまう？どれをしまう？悩むな。一回これしまっとくか。スパナ。スパナでも、あ、テーブルの足を分別。スパナまでいけるかな。多分その前に切れる気がするんだよね。手袋が出ないかな。よし、これで、よし、ちょっと逆にスパナまで出ると嬉しい。でもそろそろ体力切れそう。どうするかな。できた。テーブルの椅子を分別。あとは、
あとはこれだよね。うん。一回合成する。で、結構上だよね、椅子は。なんか作りかけのものとかないよね。作るか。スペースが厳しくなってきた。うん。OK。これと。休憩する。あとはテーブル。なんとかなりそうかな。先にこれを作ってこよう。これ制作もうチャンスだよねこれ。じゃああとはこれです。これは売る。うん。ハンマーがちょっとかかる。売ります。ハンマーとテーブルの天板を分別。クエスト完了。割と順調だよ。というわけで、キャンプ7日目のパート9、古いテーブルを片付けよう。はい。うん。僕がこちらを持ちますから、反対側をお願いします。わかりました。ふぬ。久しぶりに動いたら汗をかいてしまって、シャワーを浴びてすっきりしたくなりますね。最後に気兼ねなくシャワーを楽しんだのはいつだったでしょう。僕も最後にゆっくり体を洗ったのがいつだったか思い出せないんです。あはは。よいしょ、全部運びました。ソフィア、次はシャワー設備を作るというのはどうでしょう。噴水台の水があれば十分できる気がします。いい考えですね。鶏小屋から作ってから考えましょう。そうですね。次はこっちの天幕に覆われた木を片付けましょうか。ふむ、天幕をどかすと何が出てくるんでしょう。片付けながら確かめてみましょう。うん。この場所を守るわ。これはユリースですね。だいぶ壊れてますけど。ユリースって、略奪者がはびこる今の世界では贅沢品ですよね。略奪者、本当に恐ろしい者たちです。奴らにさらわれた時には目の前が真っ暗になりました。体の弱いジョイをどうやって守ればいいか、本当に絶望しかけました。幸い、彼がジョイの面倒を見てくれたのですが、略奪者たちは本当に、ところで、あの男なら、昨日おっしゃったあの人。あ、私の話ばかり騒いでしまいましたね。ごめんなさい。いいんですよ、ソフィア。少しずつお互いのことを知っていきましょう。その彼のことをよく話してますけど、どんな人か教えてもらってもいいですか？それは、何か話せない事情があるのかな？とりあえず、話は鶏小屋を作り終えてからにしましょう。そうですね。わかりました。もし嫌でしたら、無理に話さなくていいですからね。まずは、あのユリースを早く何とかしましょう。ユリースをどうするのかな？再利用するのか、
ゴミを収集。よし。一個ずつはそんなに大変じゃないけど、ちょっとこっち行ってくるかな。できたから。よいしょ。これでいいか。1723号のサンプルを確認。写真。やっぱり来たな。写真。結構使うな。1723号の資料を統合。まだいるのかこれ。これと健全な DNA。 お、出た。提出用報告書を作成。あ、急に傾向が変わったな。コーヒー3杯、水、ちょっと待ってね。水のマックスと、なんかコンテナみたいなのが出ないんだよけど、どうしたもんかな。これとこれと、コーヒーいるけど20分待ちなんだって。もう明日だね。これはもう明日までに作っておこうか。あとは、だいぶ大惨事だけど、まあ気軽にできるのはこれかな。傷の治療。これと、あ、車閉まってあるな。よいしょ。この辺は売るか。多分今のところ使わないだろう。屋根を分別。もう一回閉まっとこう。で、なるほど。ナイフぐらいはいけるかな。おやつを食べる。あ、そっか、もう無限ないしな。体力使っちゃったし。そういや、無限中に回復した体力って回復されてたのかな。ちょっと確認してなかったな。はい。あとは、無限中じゃないわ、これ。麦わら帽子。そうだ。時短どうしようかな。一回使っとくかな。いや、その前にこの。いや、スペースがきついな。これは売る。使わないよね。よし。
これ。まあ、先にこれかな。体力回復してこようか。よし。じゃあね。これ。これの一個上。ここで枝が出る。どうしようかな。もういらんのはこれかな。オッケー。どれを捨てる？でもこれかな。ちょっと惜しい気もするけど。これで持ち上げる。おやつ行く？本当はマックスが作りたいんだけどね。これ。レベル5が作りたいです。残り体力11。麦わら。帽子はできた。よし。思い出を懐かしむ。これを一回、売るか。しゃなし。スペースの問題です。あとは、どっちも厳しいな。どっちも厳しいな。これも確実にスペースが足りなくなるやつなんだよね。お金は地道に溜まってきてるね。これどうしようかな。あと一回だけ回復しようか。よし。で、椅子を分別。一本の釘は売る。おやついけるか。これのまだ上なんだよな。塩はちょっとごめん。惜しいけど。くもうちょいなんだけど。もう一回。オッケー。おやつを食べる。本当はもうちょっとで枝を切るいけるところだろうけど、ちょっとここまでにしとくか。あとは強化に強化を重ねなければ。これ確かもらえてたよね。違ったかな？あるね。よし。OK。で、これを利用して、一個上なんだよね。待ってよ。こう。これ、ここに置いとくか。いや、違うな。これだな。よし。で、これを利用して、いや、やっぱいらん方がいっぱい出るな。いらんって言っちゃダメだけど。今いらない。側が
ごめん、一個下かこれ。ちょっと待てよ。レベル4がいるのか。ごめん、レベル7だと勘違いしてた。枝を切る。オッケー。あ、じゃあこれも終われるね。よしよしよし。ちょ、もう今度こそ終わっとこう。というわけで、キャンプ7日目のパート10。ロッキングチェアを片付けよう。ほい。ふう、思ったより丈夫な作りの椅子でしたね。かなり大変でした。ソフィア、作業はまだあります。次はこの辺りの枯れ草を片付けないと。乾いた草がすごいですね。砂漠化の影響なのか、枯れ草は本当に多いんです。本当に腕が10個でも足りません。それでも私たちは時間というものがあります。イエイ。これ今もらっても困るものばっかりだったな、なんか。じゃあ、待ってよ。もう終わるかな、でもさすがに。これくらいか、いけるとしたら。抜いた草を束ねる。これの一個下だな。使うか。こんなにあってもしょうがないんだよ。これと、これはレベル5か。5か。1個。いや、待って。やっちゃったな、今。でも、現場的には邪魔だから。一個売るか。つら。ゼロになった。もうちょっとここまでだな。じゃあ残りの調べる草を抜く、ゴミの分別、ホコリを掃除する。こちら次回までにちょっとすべてやっておこうかなと思います。あとはこれ、こちら。あとは、あ、しまった。これね、ガシャ引いたら、また、ちょっと無限30分が出たら困るので、後にしよう。後日ね。で、受け取らなければいけないものが、多分、二十何時間でね、消えちゃうらしいんですけど、生存訓練エラーに関する報酬、くれるらしい。はい。でもこれ知らないものなんだけど、あ、ミルクバレルもらえたのかな？メール報酬をもらった。はい。アンケートあるね。あとでちょっと時間あったらやっとこうかな。ランドの子供がシードらしいじゃんね。ちらっと見えたけど。まあ、あと残り体力1だともう6人できないので、ここまでです。で、次回、この、こっちもね、作っておくところまでは頑張っておこう。多分、収めちゃうと話が始まっちゃう可能性が高いので、その辺は置いておきます。収めずに。ロッキングチェアを片付けたんで、ここになんかするんだろうな。うん。というわけで、あ、スポット報酬とか受け取ってなかったな。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。